こんにちは、夕日が来てます。今ね、こう秋田内陸線の列車が夕日に向かってうわーっとこう出て、いいシーンだったんですけれど、ちょっとあまり良くないことをやったのかもしれないんですが、残念ながらビデオカメラの調子が悪くてですね、その様子は撮れなかったんですが、治りました。ここは秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線の兄又駅です。この間シンカリオンかアニメにも、ね、出てきたらしいんですけど、私はそれは残念ながら見てないんですが、こういうようなまたぎってこうカタカナで出るようなところでね、また兄ってこれもなんとなくね、こう派手な感じですんで、時刻表でも目立つんですね。どんな駅なのかな、そのうち来ようと思ってたんですけれども、まさか仕事で来ることになるとは思いませんでしたが、本日はですね、ちょうどもうすでに車で迎えに来ていただいているんですが、またぎの湯って、またぎっていうのは分かりますか、山の中へ分け入っていって、クマを鉄砲でバンと撃って、それでこう持って帰ってくるみたいな、そういうお仕事をされる方だと思うんですけれど、それと関係のまたぎの湯さんにですね、本日泊めていただきますんで、それを紹介させていただくわけですが、見るとね、兄またぎ駅というところから車でつまり送迎をやっていただいているわけなんで、そろそろそっち行きたいなと思いつつ、ここね、もうすでに、この間通った時もあったから、知ってるんですけど、この線路を越えて向こうのところにですね、山の中へこうなんか分け入っていくような吊り橋があるんですよ。これはなんですか、本当にまたぎとかやる時のための吊り橋なんでしょうかね。ちょっと普通の人が通るような感じではないですね。でも吊り橋の上を渡って歩くのも、もし観光とか許されるんであれば楽しそうです。そういった話はこれからまたぎの湯さんでじっくり伺いたいと思います。多分これだな、私読み方わからないんですけど、内当て温泉でいいんですかね、2.3 キロ歩いても行くことができます。他にも熊牧場、この辺までなら私も歩いていけるかな。あるね、宇都温泉と読むそうでしたが、兄又駅から 2.1 キロ送迎してくれると書いてあります。秋田内陸線の急行列車、観光客を多く運ぶ、森吉号も止まる駅です。観光に重要な駅であることがわかります。どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。駅前にカカシアートがありますが、野球のバットを持ってたり、それから鉄砲構えてたりとかね、こうやって見ると本物に見えますね。これだけたくさん置く必要、多分ここまで多く置く必要はないと思うんですが、内陸線の列車に乗っている時に、もし角館方向まで向かうという時には、進行方向左側、逆に高梨方向、本物だったどうもこんにちは。まさか、はい、熊は無事に今日は見ませんでしたまさか本当の人がいるとはね。あの方がマタギの方なんですね。知ってたんですか。実はちょっとサプライズだった。サプライズ成功してよかった。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも本当にその格好で山に行かれるんですか。普段はですね、はい、猟友会に所属してますので、はい、猟友会のベストと帽子をかぶってます。この衣装は大体昔のマタギさんが昭和20年ぐらいの、頃の大体衣装ですね、はい、お世話になります、はい、よろしくお願いします。どれぐらい前からあそこにおられたんですか。あそこにいたのは、もう30分ぐらい前です。30分ぐらい前30分は、すいません、ありがとうございます。もう泣き切るためにはもう、いや、木化けの術をマスター本当に人生で一番大きいサプライズでした。今の僕の経験ではね、ちょこちょこ出始めてるんで、出ると猟友会の方っていうと、はい、僕がよく聞くのはやっぱり、その熊が出没したっていう時にそれをこう取りに行くっていうイメージなんですけれど、はい、普段は別のこともされるんですよね。そうですね、普段皆さん、はい、本業があるので、そちらに専念していただいてるんですけど、はい、その例えば、こちらでいう熊が悪さしたっていう報告を受ければこう調査して、本当に噂してるっていうのであれば、ちょっとお仕置きをするという感じですね、はい、はい、じゃあお仕置きということは、その場合によっては すぐにその打ってしまうという場合じゃないこともあるんですか。そうですね。そうなんですか、はい、結構やっぱ皆さん、クマ出たから打つっていうイメージがあると思うんですけど、はい、そうですね、とてもそうだったんですけど、すぐにはやっぱ打たないです、はい、なるべくじゃあクマを打たない方向で考え、打たない方向で、そうですね。と言ってる間にもう着いたんですね。そうか、駅から2キロですからね、車だとすぐ着きますが、マタギの湯というのは僕もすごい前から知っていたんですけれど、こんなに立派なところだとは思いませんでした。もうここで靴を脱ぐんですね、立派だ。はじめまして、よろしくお願いいたします。お客様用って書いてあるんですね、はい、ということは日帰りもあるということですね。温泉がまたいいところなら、
じゃあ、このお隣。はい。あ、部屋は一人一つあるんですね。そうですね。豪華だ。はい、あ、いいですか。ありがとうございます。北秋田市の地域おこし協力隊で、はい、マタニティコーディネーターの高橋さんですね。ああ、よろしくお願いします。はい。高橋さんです。こちらが、ドブロクを作ってらっしゃる、はい、同じ地域おこし協力隊で、はい、北秋田市ですね。実はご夫婦なんです。あ、そうなんですか。高橋さんです。あ、そういうことですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はお二人ともにお世話になるわけですね。ちょうどここで。ありがとうございます。本日はですね、あの奥におられるんですけれど、あのマタギの方とですね、お二人とも、お二人ともご夫婦なので、両方とも一人の名前高橋さんというあのご紹介しますけれど、あのさっきご紹介いただいたようにお世話になります。ここは町の温泉施設みたいな、それも兼ねているんだそうで、600円ぐらいで日帰り入浴できるそうです。また日帰りプランっていうのはね、こういうところだとよくありますけれど、3000何百円とか書いてありましたね。結構豪勢な食事が出て、それからまた温泉を入り、お風呂タオルも貸し出し、そういったプランもあります。内陸線に乗ってちょっとここで途中下車して、それでまた見たら戻って列車で別の方向を目指すという楽しみ方もできるんでしょう。うちは201かな。じゃあ、はい、じゃあ一旦荷物だけ置きまして、はい、10分後、わかりました。部屋の紹介は私に任されております。よいしょ。お、思ったより広かったな。これで、ここにまあトイレとそれから洗面所がありますが、先にトイレ見るか。トイレですね。まあそ、トイレ見てもしょうがないんだけど、いつもトイレ見ちゃうんですよ。よいしょ。おお、これですね。これね、結構確か安かったと思うんですよね。特に、あ、川が流れてるのが見えますね。これ開くかな。お、開きそうだ。これは、お、お、お、いいなぁ。これ、なかなかね、最近こう、消し臭くて、スライドで開けさせてくれる予感とかなかなかないんですけど、ちゃんとこう、外も眺められますよ。2階建てなのかな。これ、なんか北国っぽい作りをしてますね。これなんか見るとね、これわかります。ここは斜めになってるんですけど、これもまたなんか屋根のこの雪を落とすこういう形に沿ってこうなってるのかな。ここが最上階なのかちょっと私は分かんないんですが、明るいうちにご覧に入れますけど、裏に流れているこの川のせせらぎも聞こえますし、川自体もこのように紅葉く見られます。夕方に鳴いているような虫の声も心地よく聞こえてきます。これから別にですね、あの日本酒といいますかどぶろくを、いただきに行くんですが、それに先出してまだ時間がありますんで、お茶セット、手作りもろこし、これ食べようかな。こういう焼き菓子です。落雁みたいな感じかな。秋田って書いてあるね。秋田県ですからね。これ以上食べるのはやめよう。美味しいんですけど、お茶なしで食べるにはちょっともったいない。これ不思議だな。壁にね、12月のカレンダーがかかってるんですよ。今日は6月なんですよね。なんで12月なのか、これ間違えて古いやつこんな変えてないのかなと思ったら、これ2019年のカレンダーなんですけど、多分このカレンダーの絵を飾りに使ってるってことなんでしょうね。なるほどな。これだから別に古いやつ使ってるわけじゃないんで、今年の年末ってどういうあれなのかな。最後の日曜が29日か。まあ、そんぐらい覚えておいても損はないでしょう。よし、じゃあ一旦部屋の明かりを消して、よし、どぶろく工場に出発。どぶろく工場の動画はね、また別の動画でご覧に入れたいと思います。さて、今ですね、どぶろく工房の見学もさせていただいたところです。私の部屋はここですね。で、どぶろく工房の見学っていうのは、てっきり別のところにどぶろく工場みたいなのがあるのかなと思ってたら、このマタギの湯さんでどぶろくも作ってるらしいんですよ。だからもうお酒取る、あの作るに許可みたいなのももらってるらしくて、まあ、ここから歩いていったところにあります。で、その動画は別にまたご紹介することにしたんですが、まあ、だからもう、建物の中にどぶろく工房もあるし、それからね、明日の朝はマタギ資料館も拝見しようと思ってたんですけど、そのね、マタギ資料館も、ここからどっか別のところにあるんじゃなくて、マタギの湯さんのもう旅館の中に普通にあるらしいんですね。だからここはつまりマタギの総合テーマパークであり、名物のどぶろくもここで作ってると、そういうところだということです。もう一回靴を脱げば、わざわざ靴をまた改めて履くという必要もありません。
なんでわざわざ普段やらないんですけど、あの旅館の部屋の鍵をフロントに預けてしまったんですが、別に預ける必要はなかったですね。そのぐらいポケットに入れて歩いていけばよかった。ああ、残念。これ便利であるからこその残念というわけで、別に残念とは思いません。おっ、うちだな。秋田犬ツーリズムご一行様ご朝食会場と書いてあります。ここの宿泊代は多分2食付きだと思うんですが、1万2000円からということでした。さっき教えていただいたんですけど、ここにしかわかんない、こう1万2000円って旅館の中では安い方だと思うんですけどね。ずらーっとこう立派に作られてますよ。あっちゃこちらこういう風にこうたくさんおりますんでね。鳥もそうなんだろうな。こうクマくんのこれヒグマですね、剥製が多いわけですけど、これなんですかね、ちょっとわからないですが、いい顔してるな。解決ゾロリみたい。入り口もねこれですよ。さっき入った時にそのまんま奥へ入ってしまったんですが、これヒグマじゃないな、これ月のワグマっぽいけどね、首のところについてますね、かわいい小グマくん。でも小グマがこんなのがね、あの山歩いて出てきたら近くから大体親グマが来ると思いますんで、もう何とかして生き抜くことをそこで考えないといけないような危機的状況だと思います。やっぱりまずここはね、ウッド温泉でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと読み方はわからないですが、マタギの湯と書いてあるわけでして、何よりも一番の楽しみは温泉。他の一般宿泊客の方もおられるはずなんですが、その方々から、許可を取れば中の撮影もしていいそうです。お邪魔します。と思ったけど、ね、今ちょうど貸し切りっぽいんで、まあ、貸し切りだったら構うことはないなと。スーツで入っているのかどうかよくわかんないですけど、まあ、今回は撮影の都合でこういう隠れ入るのは問題ないです。これこんな感じ、源泉かけ流しですよ、源泉温度は58度ということなんで、加水はどうなんですかね。あの水を足してると成分がちょっと薄まりますが、ちょっとなんか濁ってるように私には見えます。少しだけど濁ってるな。匂いもなんか特有の温泉の硫黄の香りとはまた違います。でも温泉の匂いですよ。ちょっとなんか分かんないけど、嗅いだことのないいい匂いがするわ。はいはい、露天風呂もあります。こんなスーツ姿で好き勝手に撮影させてもらえるなんてね、夢のようですけど、これ露天風呂ね。これまた濁、ちょっと濁ってんな、やっぱりね。あそこからこう、クマの口から出る。なんかライオンのパターンが多いですけどね。ここはクマです。客室と同じように、川向きです。ここからが一番川がよく見えますね。まあ、今から私も服脱いで入りますけどね。まあ、そのシーンも映しますから、ちょっとは。入らないとね。サウナもあるんでちょっと撮ってみるか。おお、こういう感じですね。まあ、普通にここはサウナですけど、どっちかっていうとスーツ着た状態でサウナ着たらどうなるのかなっていうのをこう確かめてみたかったんですが、まあまあ普通に暑くてもう灼熱地獄なんでやめますよ。そんななんか職権乱用みたいなめちゃくちゃなことしちゃいけませんけど、もうそろそろさすがに普通に自分も入ろうと思って出てきたらですね、私と入れ違いで入ってこられたのがマタギの湯の社長さんでした。この間のハワイ温泉に引き続きまた私が風呂に入ってるシーンが出てますけど、この間と違ってちょっとお湯が濁ってるからやりやすいですね。濁り湯ってのはね、あの何にでも都合がいいですよ。こういう風に映像にも映えますし、映ったらまずいものもあまり映らないかなと思います。まあ、それから何しろ一番いいのはね、皆さんもそう思うと思うんですけど、温泉って言ったらなんか濁ってる方がいいと。前あの白骨温泉かなんかで、あの入浴剤入れてどうこうみたいなね、そんな話があったと思いますけれども、まあ、やっぱそれぐらいみんな濁り湯には憧れがあると思うんですね。こんな感じですよ。色がちょっとだけでなんか緑色がかってるように見えなくもありませんが、まあ、それは実際緑色なのかどうかわかんないですけど、外のこの夕暮れの情景がまた温泉水にも生えてるのかなとも思います。温泉が良かったもんでババンババンバンバンとやってたら、ね、ずいぶん時間が経ってしまって、普通に7時半でした。7時半から夕食の時間なんですけど、ちょっと遅れてますからね。多分皆さん宿の人とかみんな待っててくれてんだろうな。ちょっと早く行かないと。すいません、お待たせしました。お風呂入れました。はい、もうおかげさまでゆっくりさせていただきまして、はい、いや本当にちょっと着替えてきたかったんですけど、ちょっと時間になってしまったんでそのまま直行しました。ビールとかよりもむしろあんまりお酒っぽくないですね。苦味もないし、うん、苦味がそうないからだ、うん、あ、そういうことか。確かに、お酒ってなんか苦いイメージがあるんですけど、ま、全くないわけじゃないみたいですけど、でも普通に、うん、そう、そう、そうですね、かなり危険ですね。13度にしてるちょっとこれ飲み口いい方が、うん、これは、はい、
熊肉だね。熊肉、ああそうですね。はい。いや一番の楽しみです。そうですね。まだこれは火が通るまで。ちょっと時間を置いていただいて。はい、あとの岩の焼き魚が今来ているので、はい、うん、おそらく焼きたてを、はい、温かいやつを持ってくると思います。ありがとうございます。このどぶろくなんですけど、その後でね生ビールもいただいて、ビールも私はずっと全然飲んでなかったわけですが、だからこのどぶろくと比べるとやっぱ水みたいに感じますね。それだけこれが多分濃いお酒なんだなと、飲んでみるとよく分かりました。デラックスな夕飯はこれです。さっきご紹介いただきました、この手前側、これがナマズだそうです。奥はマス。ナマズっていうのをこの中で特にあるか、特にお二人だと思うんですけど、見たことあります？なんか売ってるの、食べてるのとか。この辺ではないですね。ないですね。あ、でも秋田県では南部の方で特に食べる文化があるんですね、ナマズは。うん。いや、私小さい頃はナマズ、はい、骨で取って、はい、食べたりしてたので。なんですか？タケノコってまあ、笹だけ、はい、曲がりだけって言いますか、うん、そういうのがあって、もう本当にね、熊の出るところに、はい、っていうか笹竹のところに熊だけ、熊が来るんですか。食料なんで、はい、食べ物なんで、あ、まあ、逆にね、そういう不幸なことも起きるんで、はい、非常に命がけのタケノコと、その成果がここにこうあるってことですね。もうつまりこれはまさに熊の餌でもあり人間の好物でもあるから、だからこそ危険なわけですね。ああ、この辺寒冷地なんで、いわゆるその一緒に入ってるのがゼンマイ。ゼンマイ、ああ、これもまた山菜ですね。さっきもお話を伺ったんですが、北東北の方は特に山菜採りに関してはですね、もう相当の情熱を持ってやられておらっしゃるということで、この間も私何日か前に青森とかね、鹿角とか、鹿角じゃない、小坂とかそっちの方も行ったんですが、結構ね皆さん山菜採りされてましたけどね、その成果がここにこう現れております。今先に向こうで食べている方からですね、ナマズがだいぶ評判になったので、じゃあ私もと思ってこう通るんですけど、あ、ちょうどイワナの塩焼きも来るんですね。もうどれから食べていいかね、分かんない贅沢な話ですが、うんうんうん、ナマズっていうのはすごい歯ごたえがありますね。そうですね、うん、噛み応えがあって長く楽しめました。もういい顔してますが、これがイワナですね。あったかいうちに、はい、ちょっとこういう焼き魚をきれいに食べる技術を持ってないんで、こういう公式な場所で食べるのはお恥ずかしいんですが、でも味は同じように楽しめるはずです。いや、おいしいです。社長さんからの何度もですね、促していただいて、温かいうちにということで、確かに温かい時に食べるともうまるで違う食べ物っていうかね、冷めてる時とは、うん、全然違いますよ、うん、もうこれはね、この手の焼き魚は超スピードで食べた方がいいですよ。そうそうです、うん、もったいないとか言って、じわじわ味わってると冷めちゃいますね。冷めちゃいます、うん、ちょうど今お隣でお召し上がりのところですけど、よそうのがめんどくさいから移させていただいていいですか、先に。で、自分が味わうときはよそったら一気に食べたいと思います。これが世にも珍しい熊肉です。うちの近所になんかその熊の肉を出す店があるとかうんぬんとか聞いたことあるんですけど、でもたまになんか入ってくるみたいな、そんな話らしいですね。だからなかなかこれを食べる機会はないので、もうここでは毎回あれですよね、必ず夕飯には出ますもんね。うん、もうそれがここの一番の売り、まあ、一番の売りの一つだと思いますんで、ぜひ、まあ、私もですね、ありがとうございます。自分で早速よそってみたいと思うんですが、つまり今のお話からだと、ここの熊肉は普通に流通しているものよりも美味しいというかですね。そうですね、あ、調理方法の問題だ、はい、だと思うんだけども、非常に食べやすいし、美味しい、甘いと思いますよ。熊肉は本当にいただいたことがないです。ちなみに前にね、この手のやつでは鹿は食べたことはあるんですけど、熊は初めてですね。見た目はまあ普通の肉ですよね。なんかこう牛肉とかに似た見た目なのかなと思いますけれど、一般には硬いというイメージがあるらしいですが、どうでしょうか。あ、美味しいですね。うん、普通に美味しいな、パクパクって感じ。よかった。うん、全然なんていうか、よくね、あと癖があるとか臭みがあるとか言う人もいるじゃない。別に何も気にならないです。うん、
柔らかい牛肉みたいな感じです。普通にこう牛肉と大体同じだけど、あの柔らかさの部分が上位をいってる感じですね。まあ、あの、うん、僕は今ここであのいただいてね、熊の方が牛肉よりも優れてるのかなと感じました。ちなみに熊肉っていうのはどれぐらいの値段するんですか？今ね道の駅で売ってて、うん、キロ1万円。あ、結構じゃあやっぱ1万円ってことはなかなか高級なんですね。そうです。それは流通の量も少ないですもんね。そうですね、うん、まあお話を伺いながらうまいうまいと食べてたらですね、もうすぐなくなりましたね。あのこれは本当にね、自分でも気づいた時になくなったぐらいですから、全然何も変な味とかあのハードルの高いとかそういうことはね、少なくともここでいただく分に関してはないと思いますんで、皆さんもあの割と気楽に食べるといいんじゃないかなと思います。ただ値段が少し高いですけどね、あのこういうところで特別な体験するのにはうってつけです。料金についても伺ったんですが、だいたい熊肉がついていて、まあ、こんな感じの1泊2食付きプランだと1万5000円ということです。この間ね、ちょうどハワイ温泉に泊まりましたが、あそこがあの1万7000円ぐらいだったと思いますので、まあ、それ考えるとね、別にそんな高いっていうことはないですよね。あの熊肉自体は高級な料理だと思うんですけれど、あのそういったものがこう出てくる割には料金はぐんと安いところです。温泉も結構いいところですし、で、お食事中ですが、ちょっとこう立ち上がってですね、あのその入手の難しい熊肉、ここに、ね、こうあのいらっしゃるわけですが、あのそのこう熊を取ることについて、ちょっとこれからあのすいません、ずっとその格好であのお待ちいただいてありがとうございました。あの今からちょっと三脚がありますので、ここにあのセットして伺いたいと思います。相当強いそうですね。そうですね、もう月のワグマもそうなんですけど、やっぱこうやられると大体こう顔の肉はこうやら持ってかれちゃうので、ある程度 あのシャドウみたいなところがあっても出てくる可能性はあるわけですね。そうですね。それこそこの旅館の前に来る可能性はないとは言えないですか。まあこの辺一帯は熊住んでますんで、うん、あのやっぱ出てきたりはしますね、うん、例えばそういう道を一人で歩いていて、うん、もし熊が例えばじゃあ前方50メートルか30メートルぐらいのところにいるのを見つけたらば、うん、やっぱりもう何もしない、じーっとしてるしかないんですか。そうです、うん、目的に動かない、はい、でじっとしてる、目を離さずにじっとしてる、はい、あの相手も怖いので、うん、襲ってくるっていうのは逃げるために襲ってくるだけなので、うん、逆でおあの相手が強いと思えば逃げるので、そういう意味では絶対目を離さない、逃げると相手が弱いという形で持ってくる、逆に落としても逃げるという、はい、まあ、今の伺った話だと、つまりクマがこういるのを見て、ね、でそれであのこっちから威嚇するような気持ちでじーっとあのでも実際に攻撃はしないでいるぐらいでいれば、うん、まあ大体の場合は大丈夫だと思うんですね。じゃあ他にはあのクマをあの、クマでも獲物でも何でもいいですけど、ね、こう撃つっていうのは楽しいことですか。うん、そこはね、はい、正直、はい、楽しいというより、うん、僕らは食べるためにやってるの。ああ、そうですか。うん、決してあの楽しくてやってるわけではない。うん、じゃあこう打って当てるということを言うというよりは、うん、あのまあ一つの狩猟としてやってるってことですね。で、やっぱマタギの世界では、はい、あの熊っていうのは、はい、あの神様からのこう贈り物なので、うん、はい、ね、授かり物なので、こうやっぱ熊をあの僕らはあの仕留めるじゃないんですよ、うんうん、あの熊と勝負をしてるんで、はい、でその勝負に勝った時にその熊を授かるので、うん、あのちゃんと山の神様にあの命を返すっていう、まあ、教会の儀式っていうのがあるんですよ。それをしてこう熊の命をあの山の神様に返して、プラスまた次の漁に行った時にもこう熊を授けてくれるようにっていう、まあ、お祈りがあるんですよ、うん、なのであの何て言うんですかね、こう遊びで僕らはやってます、はい、ああそう、うん、じゃあいわゆるトロフィーハンティングみたいなやつと、うん、あの猟友会さんの活動ってのはもう全く別なんですね。そうですね。ああいい勉強になりました、うん、ありがとうございます。よく観光で行くと、はい、マタギって話をすると説明するのにゲームハンターじゃないの、うん、ゲームハンターじゃなくてライフハンターなので、うん、生活のためのハンターで、
ゲームのハンターじゃない、要するにヨーロッパ的に言うとハンターといってもゲームなんですよ、うんうん、そうですね、じゃなくてこれはあくまでもライフハンターの生活のためのハンターだから違いますよっていう話をよくさせていただいています、うんうん、はい、その内容を、まあ、今の言うゴッドのなんて言います神信仰であって、その中で、神から山の神から授かるものとしていただいてますよ、それを命をいただいてそれをまた返しますよっていう、そういうルールの中でやってるっていうのが、うん、ここのマタギという信仰なんですけどね、うん、それを含めてつまりマタギだってことですね。そうです、うん、感じですね。そう、副業というかその週末とかそういう時にやられてるってことだったので、やっぱりそのある程度あのレジャーとか趣味みたいな側面が強いのかなってずっと思ってたんですけど、うん、全然それとは違いそうですね。いや、それだけあの知れただけでもとても勉強になりました。なるほどね、あのマタギっていうのは私はてっきりなんかこうああやって打つのが楽しい人とかがやってるのかなと、全然なんかそんなことは全くなさそう、そんなこと言ったら失礼かもしれないな。このマタギ資料館って言っていけば多分もっとそういうのは分かるんでしょうけど、それは明日ですね、明日の9時半ぐらいから見学させていただくことになっております。皆さんですね、あの他の関係者の方はまだ向こうであの飲み会みたいにやってるんですが、私はやっぱ仕事がありますんでね、しょうがない、まあ、申し訳ないですけど、これ自体も仕事なんですけど、このパソコンで動画編集とかがあるから、ちょっと先に上がってきまして、やっぱり、ね、あの毎日こういう生活しかしてないから、旅館に行った時ぐらい動画編集やめればとかいう人もたまにいるんですけど、そういうわけにはいかないんですよ。よいしょ、もう布団も敷いてありますからね、あとはこれでこうなっちゃえば寝るのはすぐなんですが、ああ寝ちゃおうかなっていう気もします。今9時か、でもまだ大丈夫。こういう旅館でつけるテレビがまたいいんですよね。これピッとつけてね、これで逆向きに見る。秋田のやつだと NHK のチャンネルの番号とか違うんじゃないかな。東京だと10チャンネルですけど、多分10チャンネルは1チャンネルですけど、秋田だと NHK 総合は3だと思いますよ。ちょ見てみましょうね。大体なんか地方に行くと3番になるんですよね、 NHK 総合は。地上デジタル、あ、ごめんなさい、1チャンネルでした。女性医師殺害事件、山形大生を逮捕。温泉旅館の楽しみといえば、それはもちろん言うまでもなく温泉と、それから夕飯かなと思うんですけれど、ここの夕飯とっても素晴らしいですからね。熊肉も多分本当に癖があるものとないものがあるんだと思うんですが、ここではあのいい安心して食べられる熊肉が出てきますんで、初心者はやっぱここに来て泊まって食べるか、もしくはね熊肉ラーメンとかもあのお昼ご飯とかに来た人はあの食べられるみたいですから、そういうのを味わっていくのもいいかもしれないですね。熊肉ラーメン1200円とか1500円とかそんぐらい下に書いてありましたよ。別にやっぱべらぼうに高いってことはないですね、まあ普通よりは高いでしょうけど、それはまあ熊肉はそういうもんだということです。あとね、あの視聴者の皆さんにお知らせですが、あの今回の、スーツのこの動画を見たと言って、ここにまあ予約するか、もしくはここにあのおいでになった後でね、あの宿の方にお伝えになるんで、まあ、何らかの方法によって具体的には概要欄とかに書いてあると思うんですけれども、スーツ動画を見たということを発表していただきますと、あのオリジナルグッズのちょっとしたプレゼントがあのもらえますんでね、まあここに私の動画を見てきたという方がいたら、ちょっとあの試しにそれは行ってみてください、もしよければって感じです。じゃあ寝させていただきますね。おやすみなさい。おはようございます。翌朝です。いや、まず一番嬉しいことは今日も晴れだということです。やっぱね、こういう山の景色とか海の景色、自然を楽しむには晴れが一番ですね。で、朝温泉にもまた入ってきました。あの8時から清掃だったんですが、私そのことね、あのこうちゃんと見ないで行ってしまって、8時10分ぐらいに掃除の人が帰ってきてね、ちょっと悪いことしてしまったんですけれど、8時ぐらいに入ってたら、もう貸し切りでしたからね、またこう熊のお湯がバーって出るの見てたんですが、昨日撮りましたけどね、熊のあの口の周りに温泉の成分がいっぱいこう白くね、あのついてて口の周りが汚れた、ああいうのいいですね、成分が濃いっていうのはよくわかります。で、8時半まで朝ごはんということになってますんで、よいしょ。昨日新聞の取材を受けたんですが、ちょうど今日の朝、朝刊に、ね、私のことを取り上げてもらってたみたいです。さっき読みましたよ。結構大きく載ってたな。コーヒーの朝ごはんはこんな定食スタイルです。秋田名物いぶりがっこ、たくあんの燻製です。それからこのお魚はニシンだそうです。熊の口元の具合がとってもいいんでね、やっぱりもう一回写しに来ることにしました。これね、口の周りがこんなに汚れちゃってます。塩分のある温泉みたいですから、ちょっと舐めてみよう。
あ、やっぱほのかになんかこう少しだけですけどね、あのしょっぱいような感じがしますが、でもそんなにすごいしょっぱくもないね。さっきお食事で食べてですね、あの社長さんがおっしゃってたんですけど、向こうに女湯あるんですが、女湯の方はちょっとまた匂いが違ったりとかね、することがあるそうです。お湯は同じなんだけどね、不思議だとおっしゃってました。あとはさっきフロントの方に教えていただいたんですが、こう北陸新聞、結構ねこの間秋田県は何でかわからないんですが、地元の新聞のシェアが非常に高いんだそうで、朝日とかねそういうやつよりもかなり支配的な地位を占めていらっしゃる。これですね、観光資源広く発信。確かに昨日喋ったこと通りのことがここに書いてあります、まあ、読みたかったらこれあの拡大しておきますので、あとは皆さんでご覧ください。リスがいるな。こういうのも剥製にするんですね。結構こうやって見るとスタイルがいいんだな。バスケットボールを持ってるのかと思いましたが、これはクルミでした。で、もうチェックアウトも済ましたんですが、これからですね、あの社長さんにおっとマタギの資料館をご案内いたします、はい、いただきます。ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、あ、写真があるんですね、そうですね、昭和の18年頃の、数の8万体の西部西部にあるところの人型と一緒に撮った、はい、写真ですけども、鈴木辰五郎さん、あ、じゃあこの方のお孫さんが逆に言うと今マタギ学校をされてるわけですね。校長として私の方に、はい、所属しています、はい、ということで、この方ってあの昔クマってやった時に、片手指一本でクマを投げたというそういう噂の方ですので、そういういろんなクマとの出会い、そういうのがいっぱいありますよということですね。これが昭和18年の頃の写真です、はい、熊がいっぱい、はい、そう、なんか随分いますけど、これはつまり、はい、あのこれだけ一度の狩りで撮れたってことですか。そうですね、 こんなにいっぱいいるんですね。いっぱいいますね。これがですね、あの、はい、JR さんのポスターで使ったマタギさん、マタギの写真ですけども、はい、これはあれですか、アキナデスティネーションキャンペーンの時のやつですかね。いや、もっと古い、あ、秋田です、あ、そうですね、あ、そうですか、あ、そう、なんか見たことあるかも、そうか、キャンペーンの時ですね、はい、その、先ほど言ったマタギ学校の校長先生ということで、うん、鈴木さんがこの方です、はい、で、この方が熊熊園の園長さん、あ、熊牧場ですね、熊牧場の園長さんですね、はい、で、この方が今の、うん、道の駅の直売会の会長さん、うん、ということで、まあ、ここの地区のそれなりの方が、はい、ここのポスターに出ていると、うん、それぞれの方々もまたみんな狩りもされるんですか。みんなマタギです。あ、そうなんですか。この人は全部マタギです、はい、JR のキャンペーンで使ったポスターだそうですが、あの今教えていただいたようにみんなこの辺りで、ね、重要な仕事をされている方々なんですけれど、同時にマタギでもあるそうです。じゃあ OK です、お願いします。はい、じゃあここからマタギ資料館に入っていただきます。はい、じゃあどうぞ中に入ってください。はい、ここは、外から来た人は200円で宿泊客は無料だそうです。じゃあここ の一番最初に私いつもマタギの祖万事万三郎物語、これ神話の話なんで、はい、神話として捉えていただければと思いますけど、うんうんうん、栃木県と群馬県のそれぞれの領地主さん方が戦争しているという内容です、うんうん、はい、それで二高山の方の栃木県の方が不利になってきたんで、万事万三郎に、手助けをお願いしたって。万事万三郎って人はその群馬か栃木かどっちかの人なんですか。この人、この人は栃木の方です。あ、栃木側の人。そうです、はい、で、うん、栃木側に加勢をして、うん、これでは神話なので、まあ、相手が神社大蛇になっているんですけども、はい、大蛇を仕留めたということで、この人が非常に、なんて言いますか、うん、活躍されたということでですね、はい、その清和天皇から、うん、その手柄を褒めたたいて御神状、うん、許可書をもらった、うんうん、この許可書というのが、日本国全部のところで狩りをしてもいいですよという許可をもらった、うん、ということになっています。逆に当時でもその免許がないと狩りはしちゃいけなかったんですか。そうですね、天皇から OK をもらわないとどこでも狩りをして、いけるものではないということ、うん、もともと秋田犬って本当に忠犬であるっていうのが、うん、昔から伝わっているということで考えていただければよろしいかな。
つまりその免許が不携帯だったから罰せられたわけですね、はい、そうですね。でその時に犬が一生懸命取りに行くんですね。あ、犬が、あ、そういうことですね。でそれを取りにお使いしたんだけども結局戻らなかった、間に合わなかったっていう話ですね。そういうことですね、うん、主人は最後はどうなったんですか。結局罰せられちゃうんですけども、はい、やっぱりそのなんかその殺されるとかそういう、そうですね。ああ、そうですか。あ、やっぱりそんだけこの免許を持ってるっていうのは当時大事なことだったんですね。大事なことなんです。こちらがあのマタギ、先ほど見ていただいたマタギ座敷で食事いただきましたけども、はい、これ皆さんに、からこういただいたものなんですけども、はい、実はこんなにあの今にお金を入れることはなくてそうですね、本当は1個2個ぐらいなんですけども、はい、この地域住民の人方にいっぱい寄付してもらってここにいっぱいあります、うん、これがあの昔から使っている、マタギさんが使っている鉄砲をですね、はい、あのまあ、ライフルの一種なんですけども、はい、うん、あの一応弾はあの3弾も撃てますし、はい、あの一発弾ですね、うん、もう撃てるというふうになっています、うんうん、これちょっと丸くなっているじゃないですか、マタギベラの上、はいはい、これをこう、これ山に入るときに持って歩くこういう、うん、まあ、これをマタギベラというんですけども、はい、これを使ってですね鉄砲、はい、ちょっとやっていただきます、うんうん、これをこうやって、はい、固定させて、はい、打つと明確あの的中率が上がるということで、うん、なるほど、というものも使ってます。あ、これは安定しそうですね。へ、今も使うんですかやっぱり。今はですね、今は使わないです、はい、あ、そうなんですか、はい、今は逆にじゃあ使わなくても良くなったんですか。そうですね、ライフルの性能が上がったので、はい、これ大人なんですか。こちらは大人ですね、はい、それとこれが子供、うん、あ、これ、あ、これ熊なんですか。熊です、ね、あ、本当、あ、本当だ、熊の形してますね、よく見たら。あと、まあ、剥製なんで、はい、本当は もう少しまんまあ、はい、非常に可愛いものなんですけども、うん、これだと何ヶ月ぐらいですかね、3、4ヶ月ぐらいですかね。こういうのが山の中で現れたら逃げるってことだけはよく覚えておくようにします。そうですね、逃げるっていうか慌てちゃいけないんでしょうけど。まあ今の春先だともう少し大きくなってるのかなと。あ、もうそんな時期なんですね。あとまあ天とか木星とか、はい、うんうん、こういうのも一緒に剥製としてここにありますね。この大きさだとなんかその山で出くわした時もなんとかなるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、全然そんなことはないですね。全然そんなことはないので、熊と行き合った時は近づかない方がいいと思います、はい、ありがとうございます。で、まあ、こちらにあのマタギと戊辰戦争ってあるんですけども、はい、その戊辰戦争の時代に、うん、そのマタギの その山での、行動の仕方というのがすごい特殊でして、はい、あの例えばその、自然と一体化するその木化けだったりとか、はい、うん、その山をこう移動する手段っていうのがですね、うん、すごい優れていまして、はい、まあ、そこに目をつけたあの、まあ秋田 の, あの藩の殿様がですね、うん、まあ、マタギの人をこう呼び寄せて、はい、まあ、戊辰戦争であの、まあ、兵隊として、うん、あ、戦力として、戦力として、まあ、あの使ってたんですけども、うん、まあ、その時に、火縄銃ですね、うん、だったりとか、あの、まあ、猟銃をこう持たせて、うん、あの一緒に戦ったと、はい、いう感じですね。で、まあ、ですね、マタギさん、戦死したのはですね、はい、まあ、100人ぐらい、まあ、マタギの集団がいたんですけども、はい、戦死したのはたったの一人だけ。あ、そうなんですか。じゃあ相当やっぱり山でのそれだけ活躍も仕方も心得てたわけですね。そうですね。で、まあ、その戦死したのも、まあ、はい、理由っていうのがその流れ弾に当たった理由だけなので、はい、じゃあ本当に運が悪かったんです、そうですね、その方は。はい、へえ。まあ、今でも根っこ集落の方にですね、はい、まあ、お墓があるんですけども、うん、まあ、そちらの方にまあ、今でも眠っているという感じですね、はい、逆にじゃあ相当それだけ防御が長けてるんだったらやっぱ攻撃の方もうまくいってたんでしょうね。そうですね、なんていうんですかね、猟銃の使い方も、はい、マタギの人が教えたんですね、うんうん、で、まあ、昔はその火縄銃だったので、はい、一発撃ったら、はい、詰めますね。詰めますね。はい、で、まあ、立って撃つと詰めると、うん、まあ、標的になってしまうんで、それじゃダメだと、はい、撃ったら寝っ転がって寝た状態で詰めろというのを教えたのがマタギだと、はい、まあ、そういうのもあってその、
まあ、100人ぐらいいたあのマタギの方で、まあ、流れ花に当たったっていうのがたまたった一人だった。おー、すごいですね。これがですね、先ほど言ったネコブラックで、はい、その昔のマタギさんが撮った写真をここに飾っています。冬もこういう格好でやって寒くないんですかね。これ、うん、まあ、実際来ていただくとよくわかるんですけど、はい、非常にポカポカになります。で、まあ、こういう薄着になってるんですけども、はい、あの雪山で一番怖いのって汗なんですよ。あ、汗をかくと一気に体が冷えてしまうので、はい、汗をかかないかつ軽量っていうと、もうこの格好っていう。あ、なるほど、なってくる、うんうんうん。こちらにこう書いてますけども、はい、山立の作法とか狩の分担、警護狩の儀式とか、いろいろなこういう儀式がありまして、うん、それにのっとって、狩りを、するというものがあります。あの、こういうしきたりっていうのは今も基本的には変わってないんですか。そうですね、まあ、この中にあるあの水掘りとかはさすがにもう今の時代ではもう なくなってしまったんですけども、うん、その、まあ、その叱りとか、はい、まあ、あの瀬古っていう役割分担に関しては今でも、うん、あの続いてます。はい、この儀式とかそういうのもやっぱり漁が終わった後にはやって。そうですね、うん、やっぱり警護会の儀式っていうのはやっぱり熊の魂を山に返して、うん、まあ、山の神様にちゃんとお祈りを捧げるというところは今も変わらずに続けてます。はい、はい、どうもありがとうございました。お世話になりました。多分さっき説明とかいっぱいいただいたのも多分結構短くしてしまうと思うんですけども、すいません、はい、でも肝心なところはちゃんと残すようにしますんで、ありがとうございます。マタギの湯さん大変お世話になりましたが、次はですね、内陸線でスーツ号が走りますんで、鉄道チャンネルもご覧になってください。よろしくお願いします。